中平6年、青陵の巨人が動いた。黄巾の乱が鎮静化した後、領州で力を蓄えていた董卓は、宮廷に救う宦官を銃殺せよとの御事乗りを受け、洛陽へと向かった。当時の朝廷は、長城をはじめとする10人の宦官が徒党を組んで牽制を振るっていた。この十条寺を一掃せんと、対抗勢力である大将軍家臣が各地に働きかけたのだ。これぞまさに好機である。大軍を率いて入城した董卓は、たちまち3人の宦官を誅した。残るは7人。このどさくさに権力をつかみ、野望の実現に向けて踏み出すのだ。直視じゃ。躍進の十条寺は皆殺しじゃ。一気に潰すぞ。一気に潰すぞ。抜けると思うたか、たわけめ。抜けると思うたか、たわけめ。撃ち取った。撃ち取った。まずは一人じゃ。残りもすぐ切ってやる。抜けると思うたか、たわけめ。撃ち取った。抜けると思うたか、たわけめ。液晶撃ち取った。賊が迫っております。ささ、帝馬車へ。伝令、帝の玉体を発見。解剖します。邪魔者は切ってよい。
門を探してよ。いたしましょう。頂上と馬車を発見、開門します。このわしが帝を守ってやるというのじゃ。ぐずぐずするな、凱旋するぞ。